元気ですか？花咲ゆきみです。先日は新曲純情未練のカップリング曲 Forever My Friends 永遠の友よをカラオケで歌う時のポイントを説明させていただきましたが、今回はですね、コーラスの入れ方を説明したいなと思います。実はForever My Friends 永遠の友よの CD のカラオケの音をよく聞いてみますと、作曲をしてくださいました国安修司先生のお声が聞こえます。はい、この曲実は国安先生がコーラスを入れてくださってるんですよ。私はそのカラオケでね、いつも歌わせていただいているので、とっても気持ちよく歌わせていただいております。それでですね、今回は国安先生がどのタイミングでどの場所にコーラスを入れてくださってるかっていうのを説明させていただきたいと思います。で、この曲デュエット曲じゃないんですけれども、これさえマスターできれば、もうお一人じゃなくて二人、三人、四人とね、もう大勢で一緒に歌って楽しめる、そんな曲だと思いますので、ぜひこの機会に皆さん、コーラスマスターしてください。まず最初のコーラス部分は、歌詞で言うとですね、5行目のクラスメイトと放課後にこれは秘密ねとのところなんですが、ここでは入れてくださってます。これを歌と合わせてやってみるとこんな感じになります。それでは続いてのコーラス部分です。続いては、先ほどの歌詞の続きですね。ささやきの後にうー、あーたのーの後にうーと2箇所うーが入ります。音はささやきうー、あーたのうーとこの音になります。では音をつけてやってみましょう。はい、では続いてのコーラス部分に参ります。続いてはサビなんですが、誰もかれもがとちょっと音が取りにくいこのサビのハモリをやるんですね。誰もかれもがという感じでちょっと音が取りにくいですね。で、その次は若い季節よとなります。で、その後甘く苦く苦くと苦くをですね、ちょっと追っかけコーラスっていうのかな、甘く苦く苦くと追っかけていくんですね。で、その次の懐かしくてのところのしく、くを歌った時に懐かしくてってまたやっぱりここで追っかけます。じゃあもう一回やってみますね。甘く苦く苦く懐かしい懐かしくて、ちょっとここは難しいかもしれないんですが頑張ってください。それでは歌と一緒にやってみましょう。誰も彼もが若い季節よ、甘く苦く懐かしくて。それでは続いてのコーラス部分に参ります。続いては先ほどとも同じ音になります。歌詞が変わるだけなんですが、誰も彼もがいなくなったの、これだけです。もう先ほどの音と同じなので多分大丈夫だと思いますが、音をつけてやってみましょう。懐かしくて誰もかれもがいなくなったの。それでは
後のコーラス部分になります。最後は辛い夜は瞳閉じて会いたいのところをハモる形なんですけれども、音がですねちょっとやっぱり取りづらいかもしれないですね。辛い夜は瞳閉じて会いたいという音になります。では、歌をつけてやってみたいと思います。いなくなったの辛い夜は瞳閉じて会いたい。はい、以上でコーラス部分の説明はこれで終わりとなります。区切り区切りでね、やっていたので、ちょっと、コーラスが入る部分から通しでやってみたいと思います。探してた。懐かしくて誰も彼もがそしていなくなったの辛い夜は瞳閉じて会いたい。はい、というわけで今回はフォーエバーマイフレンズ永遠の友よのコーラスの入れ方を説明させていただきました。ぜひこれをマスターしていただきまして、カラオケでみんなで楽しんでいただければとても嬉しいです。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。花咲ゆきみでした。またねー。